続いての2曲聴いてください。これがねとしまらん。若くてイケイケなブギブギブロー。
で泣いたよな。え、マジどんぐらい泣いた？めっちゃ泣いたよね。マジで泣いてさ、いや本当にやばいよね。やばいよねって話る。いや本当に泣きすぎてさ、それどころじゃない。
いや本当に、いや夢色やばかったなマジで。いや本当に結構やばかったの。いややばいんやけど。夢色やばいんやけど。やばいんやけど。何本当に。てかさっきまだ。てかさっきまだ。さっき来てくれ。さっき来ていいよ。さっき受験合格。おめでとう。おめでとう。ありがとう。さっきおめでとう。おめでとうございます。おめでとう、さき。え、ありがとう。え、びっくりなんだけど。さきでーす。さきです、これ。さきのツイッターの写真を印刷して、あの、目朝くり抜いてきた。え、そうなの？うん、コンパスで。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。高校生になったら何頑張りたい？うん、そう、なんか頑張りたいことある？頑張りたいことは、まずは友達作り。あ、そうだね。そうやな。頑張ります。頑張って、さきちゃん。そう、さきゆうはと同じ高校なんで会えますね。会えますね。5人さきということで。え、写真撮ろう。5人さきだね。まあこういうライブも初めてじゃん、絶対。どれが本物でしょうか。撮った。はい、おめでとう。おめでとうございます。ありがとう。おめでとう。じゃあ、さきちゃん置いとくね。ありがとう。後で持って帰って。ありがとうございます。部屋に飾ってよ。自分持って帰る。4体ね、うん、4体いるから。ピュアちゃんの指紋付きのやつも飾って帰って。はい、ということで。ってことで、やばいね、泣いちゃった。やばいね、曲数が少なくなってきた。あと3曲、え、次のあと3曲なんですけど、次2曲続けていくんですけど、次の曲は手札ね。あー、そうだね、懐かしいね。ゆうじまた泣いちゃう、また泣いちゃう。はい、じゃあ泣く前にもう次行こっか。 OK。 はい、ってことで次はティフのね、やった曲2曲続けてあるんですけど、はい、ぜひ最後まで皆さん盛り上がっていきましょう。それでは続いて2曲聴いてください。
たった一言好きと言えたら青春はいつもする違いずっと後から気づくものいつだってうまく言えず確かめ合えない気持ちが
え、次行くもういいよ。もういい止まろう。はい、やめる。このまま休憩してて、もう、家は続行っていうことでした。いいんじゃないもん。もう全部、何だったら緑だね。もう嬉しいんだけど、本当に次の曲をするのが楽しみです。はい。ということで、はい、ラスト1曲、マリアナ最初からもう聞こえない。もう本当ラスト曲したのに。ダンスしなくていいよ。しなくていいよ。もうもう次絶対泣くもんね。泣くね。もう泣いてるけど、いやもうオープニングから泣いちゃったけんな。もう今ここに立ってもう走馬灯のように、もうキッズの頃から思い出が走馬灯のように思い出が溢れ返ってるんですけど、やばい。行きますか。行くか。行く。じゃあここでここでラスト1曲ですから行く。あ、そうそう、じゃあ行くか。ここでラスト1曲になってしまいました。人がない。
しみにしてるんですけど、ここでバレンタインということでチョコだけをしたいと思います。はい、みんなちょっとテンション上げてこ、うん、チョコだね、チョコだよ、バレンタインといえばチョコだよね、バレンタインだね、ということでエルフィーも投げるということなので、エルフィー